市場経済、市場経済、市場経済とは市場を通じて財、サービスの取引が自由に行われる経済のことである。対立概念は計画経済である。また市場機能を重視する経済のことを特に市場主義経済や自由主義経済などと呼ぶことがある。市場経済とは市場機能、需要と供給を参照を通じて 受給調節と価格調節が行われる経済のことである。市場経済は不適切な市場参加者の排除等を前提とすれば優れた経済システムである。例えば政府が需要や供給に関するあらゆる情報を集めて配分を決定するという計画経済に対し政府による決定ではなく市場による 価格メカニズムを利用した方が適切な配分が達成できると考えられる。これは、ある人が支払ってもいいと思うコストなど個々人に関する情報、指摘情報を正確に収集することは、中央政府であっても不可能であり、それが仮に可能であっても、あらゆる財の受給というような大量の情報を正しく、即座に処理できるということは非現実的だが、価格がシグナルとなって、 多くの場合うまく受給が調整されるからである。市場は市場価格による情報の集約と価格調整に関わる処理の分散化を実現する。市場における情報の伝播時間と市場参加者の判断を待つ必要は生じるが市場参加者の判断によって市場価格は最適な価格へと徐々に調整されていくことになる。基本的に各々の市場参加者は 不完全な情報しか入手できない能力の限界で一定量以上の情報を処理できないため市場価格は局所最適化を繰り返して真の最適化に近づくような挙動を示す傾向にある市場経済では何を消費するかについての判断は政府の役人ではなく個人が自己責任でするというのが基本である市場経済の場合 実際の資源配分を決めるのは一企業、または一個人、消費者であり、末端の個々の経済主体の行動が集約され、経済全体の資源配分につながっていく。市場経済において、資源配分を決める上で最も重要な役割を果たしているのが価格ということになる。なおアダム・スミスが国と未論で唱えたように、見えざる手によって個人の利順の最大化が後押しされる。 人々が自由に競争し経済活動を営むことが国の富を最大化するといった野形国家論を唱え国家は安価な政府に徹し軍事、司法、警察、公共事業などの限定された事業のみを行うべきと主張した自由主義の立場からの理想的な市場は自由、法人主義による完全競争だが概要冒頭で述べた前提が満たされず市場が その本来の機能を十分発揮できずに最適な状況が達成されなくなる市場の失敗と呼ばれる問題も存在するため現代の大半の国や地域ではこれらの問題を緩和または調整するために限定的ながら政府の援助が行われている2010年代後半以降はブロックチェーンによる迅速な取引が普及し始めた上に人工知能が 市場取引に参加し始めているため、市場価格の変動が急加速している状況にある。市場経済を特徴づけるものとしては、次のものを挙げることができる。市場経済は、何をどれだけ生産し、誰にどれだけ配分するかという経済の根本機能においては、他の経済システムより優れていると考えられる。ただし、前述したように、また、 市場経済自体の欠点で口述するように、不適切な市場参加者の排除等が前提となる。市場経済においては必要で不足している商品は、価格が上がり、利益水準が高まるため、生産が増加する。このため、経済的需要に応えやすいメカニズムになっている。また、より利益の出せる効率のいい生産体制を持つ、企業がより強い資源購買力を持つため、 効率的な生産を行えるものへ自然と資源配分されるシステムになっている。このため、商品生産において過剰や過小が温存されることなく効率的な経済となる。もっとも、ここでの効率的は財務的に効率的なのであって、本来の意味での経済的に効率的でもあるとは限らない。経済学者の大竹文雄は、スーパーに商品がたくさんあり、 品余り品不足が少ないのは市場経済がうまく機能しているからであると指摘している。また、市場経済は競争を促進する機構が働くため労働者の勤労意欲が増し、生産力の増強、投資を誘発して経済成長が起きやすくなる。経済学者の岩田菊は市場経済とは価格の持つ誘引機能を利用し、経済の成長。 発展を目指す経済である、市場経済のメカニズムの重要な点は、個人、企業の自由で自発的な行為に委ね、資源の無駄遣いを防ぐという点である、バブルの発生や環境問題など、市場の失敗を除けば、市場経済には資源をより生産性の高い産業に配分するというメカニズムが存在すると指摘している。経済学者の野口明、田中秀臣は、 市場システムには、神の見えざる手のように、社会的に最適な生産及び消費を、自動的に実現させるようなメカニズムが備わっていると、指摘している。経済学者のタイラー公園は、金銭的なインセンティブに硬直しがちで、人間を阻害するとされる、市場経済こそが、実は多様なインセンティブを許容する仕組みであり、インセンティブが制限される、 社会主義の方がむしろ金銭的なインセンティブに硬直しがちであると指摘している。経済学者のスティーブン・ランズバーグはエコノミストは誰も資源から利益を得ないよりは誰かが利益を得た方が良いと考えるため指摘所有制度は優れていると考えると指摘している。ランズバーグは所有権が守られており市場が競争的であれば費用に対する便益が 最大になるように、市場価格は決まる。この条件が満たされていれば、いちいち費用、便益を計算しなくても、市場メカニズムによる価格決定に比べて、価格管理は悪であると言い切れると指摘している。経済学者の小塩隆は、市場メカニズムが基盤となっている社会は、機械の平等が成り立ちやすい社会であると指摘している。経済学者のロバート・イチ・フランクは、 アメリカなどの先進国の生活水準は18世紀に所有権という考え方が明確化、強化されて以来約40倍向上した。ただし、所有権は大きな利益を生み出す一方で費用も生じさせると指摘している。市場経済の考え方は一見間違った判断をしていてもあくまで個人の自主性を尊重しようというものである。 市場経済はショックに対して迅速に適応する一方で不安定さを内包している。また、不安定と並び、市場経済の問題として分配の不平等がある。何が公正、平等な分配であるかは価値判断の問題であるため、市場は所得、資産を公正、平等に分配することができない。野口明、田中秀臣は現実は理論そのものではない。 現実の経済は市場の理想的な働きを妨げる様々な要素が存在していると指摘している。経済学者の伊藤治は市場経済が解決できない問題として景観の維持、景気変動、バブルによる被害、所得分配、格差の問題を挙げている。伊藤は市場経済を放置しておけば貧富の差は 雪だるま式に拡大する法則を持っていると指摘している。野口明は市場経済の宿命といえる問題点の一つは所得分配の不平等性である。市場経済では人々の所得は自身の労働が市場でどう評価されるかによって決まる。そのため必ず所得の不平等が生じる。さらにこうした所得の不平等の結果として 所有の不平等がもたらされると指摘している。社会学者の竹岩信也は、市場経済自体が私的所有を前提にすることで、私的所有の条件を満たしていない人々の生き方を困難にしていると指摘している。野口は、分配と所有の不平等が存在しない社会という理念に基づいた経済社会とは、社会主義経済である共産主義者によれば、市場経済は、 弱肉強食の経済ということになる。市場経済は時として極端な所得格差、資産格差を生み出す。ただしそれが社会構成や社会理論の観点から許容されるべきかどうかという問題と市場経済自体に対する評価の問題とは別の問題であると指摘している。中野強氏は株主は短期的な利益を求めるので、 株主の力が強くなると、経営者は技術開発や人材育成ができなくなり、市場経済が進むと視野の短期化が起こることを指摘している。また、労働市場を自由化し、市場メカニズムを働かせるほど、長期的な投資が行われなくなり、短期的になるが、アメリカの石油産業を一例に挙げ、産業の安定性や弾力性を奪うことも指摘している。 中野は、実際の社会では、経済学が想定する市場のように、宇沢博文が言うところのマリアブル、過疎性、柔軟な変化の可能性には動かないとしている。人間や自然などお金では買えない価値を多分に払んだ。ものは、急に必要になったから取り出すとか、いらなくなったから捨てるということはできず、日本で行われた、労働移動の自由化や、派遣労働の問題が典型であるが、 それを市場で交換した途端に人間性や個人の尊厳などの市場で交換できないはずの大切なものが破壊されてしまうとしている。大竹文雄は市場競争は人々の間に発生する所得格差の問題を解決してはくれない。しかし社会全体の所得が上昇するという意味で市場経済が人々を豊かにしてくれる。不社から貧者に 所得の再配分をする余力が生まれるため、貧者の生活水準を上げることができると指摘している。大竹は、独人勝ちが発生してしまうと、市場メカニズムはうまく機能しないことが多い。大事なのは、市場競争が問題だと結論付け、競争を否定するルールを採用するのではなく、市場競争がうまく機能するようなルールを採用することであると指摘している。 経済学者の高西安氏は、市場経済は、環境問題を解決できないと批判されるが、社会主義の国々でも、凄まじい環境破壊は起きている。環境規制がなされれば、市場はそれを守る。環境問題の内部の内部化により、環境保護へのインセンティブが、より強くなり、自発的な環境保全へとつながると指摘している。経済学者の沢高光は、自由で、 競争的な市場経済は効率的であるが、構成までは担保しない。構成を担保するのは政府の役割であると指摘している。経済学者の中谷岩尾は、個人が正しいとして判断した結果、社会全体で正しくないことが起きた場合に限って、政府は規制をすべきであると指摘している。野口明は、市場経済が持つ弱肉強食的な弊害は、政府が 社会保障の充実、セーフティネットの拡充などを行うことによってある程度感ができると指摘している。経済学者のミルトン・フリードマンは、市場経済は本来的に不安定であり、放任しておくと公共と不況を循環的に繰り返すため、政府が介入し景気を安定させなければならない。世界恐慌も政府の経済運営の失敗が原因で発生した。ただし、 経済の安定的な成長のために必要なのは政府の介入を減らすことであり、増やすことではないと指摘している。野口明、田中秀臣は市場の機能を阻害する最大の要素は市場経済に対する政府の関与そのものでもある。典型的なのは公的企業であり、公的企業には効率的な資源配分を実行するインセンティブが備わっていない。 また政府関与による市場機能の阻害のもう一つの根源は政府規制、優遇政策であると指摘している。香西安氏は市場経済によって生まれる経済的弱者の保護を建前に市場への規制、介入が正当化される例は多い。善意で行われた弱者保護政策がかえって一部の既得権益を守る結果となり、 大勢の人々の生活を苦しくさせることは珍しくない。市場経済と規制、介入による不公平の実態をしっかりと見極めることが重要である。個々の不平等より一般的な所得再配分政策を取ることが望ましいと指摘している。アダム・スミスは道徳感情論で自由主義的な市場経済に際してそれを経済活動として実行する。 人々の道徳が重要であると主張している。経済学者の沢田康之は、市場経済とは、取引で成り立っている、世の中のことであるが、取引は、インチキやごまかし等と常に隣り合わせである。それらは、先進国の政府でも取り締まりきれず、ましてや途上国政府にとっては手に余る問題である。それにもかかわらず、市場経済は途上国でもそれなりに成り立っている。 途上国では民間の努力や工夫、制度の支えによって政府が頼りなくても市場経済が何とか成り立っている人物金の取引において市場はなかなか機能しないものであるが、途上国の農民、商人、企業家は家族の絆、血縁、遅延、仲間意識、民族の中退、共同体ルールといった暗黙の契約を活用して円滑な取引の成立に貢献し、 市場の失敗を克服してきたと指摘している。また沢田は IMF 国際通貨基金や世界銀行のエコノミストあるいは日本の援助機関の間でも途上国における市場の失敗の実態把握こそが重要であるとの意識が希薄であると指摘している。エコノミストの神田玲子は本来市場経済の源泉は共造であり 競争がもたらすダイナミズムによって成長が生まれる。こうした市場のダイナミズムの中で生活する人々は、ダイナミズムから生じる将来の不確実性から逃れることはできず、景気交代時に人々の不安が高まることは避けられない。こうした市場の不安定性に対して民主主義は人々の不安を和らげる役割を担ってきた。市場経済は人々が市場で、 自分の欲しいものを選択し購入する場である。そこでは人々が自分の判断に基づいて決定するという自律がその基盤となる。一方、民主主義は人々が共通のリスクを互いにどのように支え合うのかという連帯を基本とする。そう考えると市場経済と民主主義という二つの概念は自律と連帯という言葉で再定義することが可能である。 しかしながら、現代においては、市場経済と民主主義の関係は大きく変容しつつある。グローバル化、IT 化のもとで、市場経済の変化のスピードが速まり、かつ、不安定性なものとなっていると指摘している。岩田菊夫は、自由な価格機構の前では、身分、階級は無意味である。市場経済は、経済的民主主義と一体であると指摘している。 大竹文雄は、市場という自由競争で、効率性は高められるが、それは、格差や貧困の問題を解消するわけではない。格差や貧困は、セーフティネット、所得債分配で解決する。つまり、効率性と分配を分けて考えるということであると、指摘している。経済学者のラファエル・ディテラと、ロバート・マッカ・ロックの研究によれば、 市場主義や資本主義を支持するかどうか国際比較統計で分析すると価値観として大事なことがいくつかあるとしている一つは勤勉が成功につながるという価値観を人々が持っているということもう一つは汚職がないということとしている中野強氏はスーザン・ストレンジの火事の資本主義という言説を取り上げ金融の自由化に懸念を示している 資本の移動を自由化すれば、資源が効率的に配分されるとか、均衡するという経済学の理論とは異なり、現実には一箇所に資本が集中することで、バブルが発生し、そのバブルは必ず崩壊するとして、その典型として1997年のアジア通貨危機を挙げている。また、金融のグローバル化が進んだ現在では、バブル崩壊の影響が、 世界的に予想外の連鎖をもたらすとした上で、例として、リーマンショック後の同時多発的な国家債務危機を挙げている。中野は、資本主義というものは、将来の不確実性に向かってお金を出す行為であり、スーザン・ストレンジを例に挙げ、資本主義そのものは、ギャンブル的な要素を非常に強く持っているとしている。金融、信用、資本、 投資という行為が働かなければ資本主義ではなく、それは単なる市場経済であるが、1990年代の日本の高コスト構造の是正を提唱した構造改革論者は、市場経済のことだけを考えており、本質的な資本主義の構造を全く考えていなかったとしている。ヨーゼフ・シュンペーターのように、市場経済と資本主義を区別しておくということは、 極めてて重要なこととであるとしている。しい中野は、資本主義が、市場経済と異なるのは、将来に向けて、現在行動する、現在の支出が、現在の利益ではなく、将来の利益になるという点であり、現在支出した人とその利益を得る人が、一致しないという点だとしている。つまり、自分が現在支出したものが自分が死んだ後に、将来の誰かの利益になるかもしれないというモラルが、 資本主義を支えている都市、シュンペーターも家族を重視することで同様の理論を提示していることを示している。岩田菊夫は市場経済の不安定性が最も顕著に現れたのが1929年のアメリカを震源地とした世界恐慌であると指摘している。経済学者のアンナ周ウウツは金融当局が政策的に間違わなければ本来 金融危機は短期的な現象である。公衆の追加的な通貨への需要が緩和されれば、危機は自然に収束すると指摘している。2007年のアメリカの調査機関であるピュー研究所のピューグローバル意識調査によると、市場経済に信頼を置くという人が、アメリカ、イギリス、カナダ、スウェーデン、インド、中国、 韓国などでは7割以上であるが、日本は49%となっている。経済学者の小塩隆は、かつての社会主義諸国が体制を維持できず、市場経済に移行したのは、公平性を追求しすぎたあまり、効率性をおろそかにした結果であると指摘している。経済学者のコルナイアーノシュラの研究では、政府が、 全ての人々の目的関数を明確に情報として把握することは不可能であり、政府が市場の代わりを担うことはできないとし、市場経済が膨大な計算を自律分散的に行っていることを明らかにしている。社会主義市場経済を目指す中国について中谷岩尾は、社会主義と市場経済は基本的に相入れない。 市場経済はあくまで個人の自由な経済活動の自由を前提としているが、社会主義は個人の自由な政治活動を禁じている。経済活動は自由であるが、政治活動は不自由という体制は長くは続かないと指摘している。13世紀初頭から19世紀半ばまで、市場経済は神への冒涜、不法行為、平穏な生活を脅かす行為とされ大きな反発を、 呼び、拒絶反応される状況が続いたとされている。日本経済は、戦後、市場メカニズムを活かして、経済成長率を高めることに成功した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。